どうも、忍者なったんです。忍者、婚活修行、忍者に結婚は難しい。二日目となりました。今日も婚活パーティーに行ってきました。今日はパーティーパーティーというサイトの、えー、婚活パーティーで、えー、女性は1000円で参加できたので、一番人数の多いパーティーに行ってきました。えー、場所は銀座にある パーティー会場で、また場所を間違えてしまいました。いやー、婚活パーティーの会場、毎回迷いますね。6回行ったら、新聞会社みたいなところについて、あ、これ違うなと思って、近くの警備員さんに教えてもらって、会場にたどり着くことができました。とか、ね、身分証明書を提出して、予約の時間を伝えて、受付をして、ドリンクをカップ一杯い,いただいて、 受付の方に席まで案内してもらう。その際に受付の方に、忍者かっこいいですね。その衣装かっこいいですね。と言っていただいたので、もうそれだけで満足です。ちょろいです。忍者はちょろいです。半個室のような部屋にご案内されて、で、えー、女性が左側、男性が右側に、三、えー、3分間のトークタイムで3分終わったら、どんどん入り替わるという感じで、えー、多分今日は15人ぐらい男性が、 いらっっしゃったのかな3分、短すぎません。正直、その、見た目のインパクトが強すぎる忍者にとって、3分は忍者の説明で終わってしまいます。もうこれが私のデメリットですね。インパクト、印象を与えて、えー、記憶には残っていただけるんですが、私の説明で終わってしまうので、忍者のことばっかりにならないようにと。 気をつけたのと、めちゃくちゃ早口で喋りました。めちゃくちゃ喋るし、喉も乾くし、疲れます。もう絶対に、みんなの10倍は喋ってると思います。本当に、忍者の婚活は、人より、 10倍疲れるのかもしれません。まあ、私は悪いんですけどねと。メールが届くんですよ。メールが届いて、そのメールの URL を押して、自分で名前を入れて、で、自分のプロフィールを作成して待っておく。で、男性がこう胸元に番号をつけてきてくれるので、その番号を押すと、えー、その男性のプロフィールが見れる。という感じですね。アナウンスで、えー、っと、マスクを外して、 え、顔を見せてくださいみたいなが、が、マスク外していいんやと思って、ずっとマスクを外してたら、マスクは、えっと、最初だけで、えっと、その後ずっとつけておいてくださいと言われまして、自己紹介の時にチラッとマスク外したのを見せて、マスクをまたつけるというシステムだったみたいです。忍者は婚活パーティーで毎回怒られています。次は怒られないように頑張りたいです。2 5年ぐらい喋ったんですけど、正直、一切覚えてませんね。 はい。とにかくこなすっていう感じでしたね。で、あとは、まあ、盛り上げたいのと、少しも笑ってほしいという、その、エンターテインメント魂、し、仕事をしてるような感じになってしまって、ああ、プロフィールの下の方に、その方の印象を、まあ、メモするみたいな項目があって、<laughs> 星5つで、星何個かみたいな。誰も私はメモをしてないです。メモを取れない。その、やることが多すぎて、正直その、パニックになっちゃいましたね。だから、婚活パーティーって、1回目は、なんかもうその、 流れ作業みたいになっちゃうんで、これ、慣れが必要だと思います。2回か3回目ぐらいからやっとこの流れが分かった上で、余裕を持って、相手がどんな人かっていうのを見れるのかなと思いました。ただ、まあ、楽しかったです。いろんな人とおしゃべりができて。で、今回は、ちょっと忍者は前回の反省を踏まえて、作戦を変えました。 話したトークタイムが終わった後に良かった人にいいねを押す。なんかこう清潔感がないとか生理的に無理っていう人じゃなければ、忍者は基本的に好きなタイプは男性なので、全員 OK なんですよ。で、私より収入もあるし、しっかりされてると思いますので、全員15人にいいねをつけて送りました。で、いいねをつけて送ったらその次は相手からのいいねが見れるようになります。 で、相手からのいいねを見たところ、忍者にいいねをくださった方が、なんと、二人もいらっしゃいまして、ありがとうございます。で、それを見た上で、えっ、ー、と、連絡先を交換したい人に、第一希望、私だと第二希望まで、こうつけて、送信を押して、相手にこう思いを伝える。で、もしそこで、そのカップルになることができたら、もう一度、その、席に移動して、一緒に喋って、その後一緒にご飯に行ってもいい、という感じに、 でしたね。今回の婚活パーティーは。この一番悲しい時間がありまして。はい。もちろんハッピーなことだけではないんですよ。婚活パーティーという現実は。はい。えー、結果ですね。忍者はカップルになることができませんでした。そういうふうに一人になってしまった女性、もしくは男性は、まず男性からカップルが成立しなかったということが分かった時点で、男性退出。で、男性が帰った後に女性退出。 ということで、エレベーターでシングルのこの選ばれなかった女性の人たちと会うんですよ。これが気まずい。6人ぐらいいたかな。皆さん顔はよく見てないですけど、綺麗に着飾さって、一生懸命今日のために、なんか、切ない。なんかすごいこう、応援したくなりました。くらいは縁がなかっただけ。はい。忍者もそう思って前に、 進みます。これから婚活を参加される方は、やっぱり、生理的に無理じゃなければ、あの、デートをしないと、何も分からないというか、結婚なんか、至らないと思いますので、まずは、デートをしてみるっていう、私そこがまず、なんかゴールなのかなという気がしました。せっかくこんなにたくさんの人に会えてるんだから、一人でもやっぱりね、ちゃんと、 お話ししませんかお互いの人間性が分かるまでっていう気持ちの方が私は強いかな。この忍者とデートをしてもいい。忍者とおしゃべりをしたいって思ってくれる人を好きになった方が早いと思います。はい。そういう感じで明日からも今月パーティー頑張っていきたいと思います。皆様応援よろしくお願いします。ドローン